はーい、おはようございます。およそ300メートル今、10月の4日火曜日、ただいまね、朝の7時40分、おはようございます。とりあえずね、前回のね、大阪から、はい、走ってきましたけどね、今ね、1箇所目がね、無事に終わりました。右方向です。ペペッと終わっちゃいました。でね、次2箇所目なんですけど、まあこっからね、8キロぐらいかな、うん、のね、近いところでね、はい、2箇所目下ろします。で、下ろしたらね、あとコンビニかどっかでね、待機して、まあ夕方入りたいと思います。よいしょ。さあ、2箇所目ペペッと下ろしに行きましょう。まあ、とりあえず8時過ぎかな。朝のね、通勤時間で混んでますからね。多分。まあすんなり行けてもあと10分ぐらいかかるんで、まあどっちみち8時前か8時過ぎかですからね。よいしょ。今ね、富山の市内なんで、まあ、ペペッと行っちゃいましょう。さあ、とりあえず2箇所目下ろして、はい、コンビニで行って休みます。さあ、とりあえず休憩だ。まあ休憩の前に荷下ろしだ。荷下ろしだ。さあ、ではペペッと2箇所目下ろしていきます。はい。さあ、今ね、2箇所目の荷下ろしも終わりました。ただいま8時10分。はい、渋滞もね、はまりつつ来て、ちょうど8時頃ね、着いたんですよ。そしたらね、もうすぐすんなりと下ろしてもらいました。ありがとうございます。もうペペッと下ろしてもらって、ね、助かりますよ。行ったらね、誰もトラックいなくて、おっっていう感じで、街もないって感じでね、はい、降ろしてもらいました。さあ、行きましょう。まあ次ね、コンビニで休憩タイムです。で、また今日もね、夕方から積んで、はい、東大阪ですね。よいしょ、バックします、バックします。いや、よかった、空いとって。はい、と、さあ、では休みましょう。よし、休憩だ。では夕方までおやすみなさい。はーい、おはようございます。さあね、もう夕方と言いたいんですけど、今ね、12時35分はい、あれから4時間20分ぐらいかな経ってるんですが、ちょっとね、電話でね、今日の配車違いますってことで、はい、とりあえず行きましょうか。なんかね、いつも夕方済みやったんですけど、今日はね、なんか昼一から、なんかね、積んでくれってことなんですよ。で、しかもね、朝一箇所目で降ろしたところにね、来てくれってことなので、はい。また戻っていきたいと思います。なんかね、積み場所とか卸場所がね、なんか結構いろいろあるんですけど、今回はね、昼一から積んでほしいってことなので、まあ、今から向かっていきます。なんでね、朝掘った一箇所目のところに戻ってって積み込みに行きましょう。
まあこっからね、まあ10キロぐらいなんで、まあ昼1に合わせて入りたいと思います。はーい、さあ、はい、すいません、今ね、ここ、はい、石川県白山市はい、までね、やってきております。ちょっとね、動画撮るのをね、はい、忘れてましたごめんなさい、ごめんなさい。ここまで来てね、今やっとね、あれや、あれやーってやっちまったよーってね、なんかポケーっとね、走ってきちゃってます。今ね、時間が3時50分今8号線をね、富山からとぼとぼ来ております。実を言うとね、あれから、まあ、昼市にね、入って積み込みして、まあ、1時半ぐらいにね、もう出てきました。うん、もうね、1箇所でね、詰めました。で、明日大阪なんですけど、一応堺市と堺市と岸和田、前回かなで、大阪で、はい、積み込みしたところのね、岸和田が最終の卸になります。堺の方はね、初めて行くところなんですけど、一応ね、朝泊まれるらしいので、まあ朝というか夜中ね、泊まれるらしいのでね、そこで休まさせてもらって、明日の朝降ろして、で岸和田の方に行きたいと思います。よいしょ。まあ実を言うとね、明日の配車ももう分かってるんですけどなんとね、その最終の岸和田で、ね、降ろした後、岸和田で詰めるんですよ。はい、前回も積んだね、工程と一緒なんですけど、今回はね、一箇所積みになりますね。なんで岸和田だけなのかな。うん、なんでね、ありがたいお仕事です。まあ二箇所でもね、積み合わせて二箇所なら最高でしょうね。まあ、若干そんなウキウキ気分でね、走ってたら動画をね、撮り忘れちゃいましたごめんなさい、ごめんなさいね、富山積んだ後ね、バーッと走ってきて、ここまで来て、あー、しまった、忘れとったって言ってしまったよ、ごめんなさい。まあそんなウキウキ気分で走ってたんでね、勘弁してくださいさあ、ではあとはね、もうとりあえず今回はね、昼間に4時間休んどるし、でね、積み込みもね、昼からでね、まあ走ってたんで、あと下道で大阪まで行きたいと思います。まあとりあえず時間のほどはね、全然余裕なんでね、まあ、途中でご飯も食べつつ行っちゃいましょう。まあ、今回もね、お弁当がないのでコンビニ弁当かな。まあ、ぼちぼちと気をつけて向かってきます。まあ、とりあえずね、気の向くままに行きます。はい、さあ走ってきました。ここは福井県福井市までね、やってきました。ただいま5時40分。はい、走ってきました。とりあえずね、途中で430もね、休憩入れながらここまで来たんですけど、もうね、時間が時間ですからね、めちゃめちゃ混んでおります。まだね、大阪の堺市まで、残り200、
残りね214キロなんですけど、もうそろそろね夕ご飯にしようかなと思っております。さあ、いつものコンビニ、自分よくここのねコンビニに、はい、泊まります。8号線のね。さあ、お、ちょうど抜ける。おっとおっと、よし。まあ一番今ピーク時ですからね。あとはね、時間過ぎれば8号線は空いてくるんですけどね。まあこの時間帯が混みますね。さあ、ちょっとご飯買っていきましょう。では買ってきます。はい、さあ買ってきました。買ってきました、今日のご飯。はい、食べたいと思います。よいしょ、ちょっとお待ちを、ちょっとお待ちを。テーブルと、はい、今日は前ね買ってきたグリーンカレーの缶詰、これを食べたいと思います。なのでコンビニでね、はい、ご飯と、はい、サラダとおかずにね、はい、チキンカレーにしたいと思います。箸でいいか、箸とスプーンが欲しいな。はい、ずっと、はい、持ってます。いいか、はい、さあ食べましょう。とりあえずね、ドレッシングはあるんでね。はい、とりあえずサラダからやわおうかな。まあ、今日はね、カレー、はい、カレーご飯にいきたいと思います。ちょっと早くお金貯めてね、電子レンジ欲しいな。まだまだ全然たまらないですけど。さあ、グリーンカレー、おお。おお、おお、美味しそう。ちょっとこぼしちゃった。どうしよう、これ入れん方がいいのかな。チキングリーンカレーにしたかったんですけど、入れると溢れちゃいそう。まあこれはこれでこのまま食べましょうか。さあ、ドレッシングをかけていただきましょう。こんな感じです。じゃじゃーん。さあ、ではいただきます。いただきます。さあ、あと食べてちょっと休んでまた走りますよ。とりあえず食べましょう。うん、うまっ、辛っ、うまっ。これちょっと、もうちょっと買ってこよう。うまい、うまい、これうまい。うん、うん、うまかった。できました、美味しかった。さあ、ちょっと食べたのでちょっと休憩して走りましょう。よいしょ。
行きましょう。とりあえず、20分ね、ご飯食べて休憩して、20分は経ったので、さあ走っていきましょう。とりあえず、もう込みは、どうやろうな、大丈夫かな。うん。どうやろうな。どうやろうな。よいしょ。行こうか。カードが残っています。よいしょ。カードを確認しました。有効期限2025年。さあ、とりあえずこっちから出ましょう。車が、少ない方へ。揺れるな。よいしょよいしょ。さあ8号とりあえず200キロ頑張っていきましょう。ではもうペペッとあと夜の走行なんでペペッと行けます。とりあえず不動2号まで行きましょう。では後ほど。はーい。はーい。さあ、走ってきました。さあ、いつもの、はい。1号バイパスから、不動2号に入っていきます。よいしょ。一応ね、門真市のあたりまでね、やってきました。あとね、境まで26キロ。あとね、この不動2号をね、ひたすらまっすぐ、まっすぐ、まっすぐ。道なりにね、行くとね、境の方まで行けるので、とりあえず、境の方まで行っちゃいましょう。で、あとね、奥さんのところでね、明日の朝っていうか、今日、まあ明日か、明日の朝までね、休みたいと思います。ちなみに今ね、11時30分。とりあえず、12時半前までよね、走れるので、全然大丈夫でしょう。その後、このまま不動で行っちゃいましょう。あ、こっちに行かないといけません。よいしょ。はい。よいしょ。これね、右側のね、はい、バイパスの方に入らなくちゃいけません。さあ、ここから入っていきましょう。斜め右方向です。でもって合流と。この先しばらく道なりです。車来ないでよ。よいしょ、よいしょ。加速。あとひたすら行きましょう。あとね、まあこの時間なんでね、もう空いてると思うんで、まあすんなりと行けるでしょう。ここまでね、結構すんなり来ましたからね。とりあえず、まあ福井の街中だけでしたかね、混んでたのは。まあうまいこと来れました。さあ、では今回はここまでにしたいと思います。さあ、明日堺の方を下ろしていきたいと思います。堺と岸和田、はい、岸和田市ですね。さあ、頑張っていきましょう。ではまた。